どうもヒルマンです。今回はショート動画に便利、簡単に分割動画を作れちゃうプラグインを紹介します。よろしくお願いします。それではプラグインを利用するために必要な設定や使用方法について説明をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずは右下のプロジェクト設定の歯車マークをクリックします。そしたら左のマスター設定が選ばれていることを確認した上で、一番上の解像度を見てください。おそらく一番最初はデフォルトで 1920×1080 に設定されているはずですので、これを逆の 1080×1920 または 4K の 2160×3840 に設定してみてください。これができましたら保存を押して設定完了です。そして今回チュートリアルで説明するために5つの動画を用意してます。こんな海に関する動画を用意してます。これをですね、縦に重ねていきます。トラック5まで重ねていきます。こんな感じですね。よくあることとして、クリップの長さがバラバラだということもあるかもしれませんので、あらかじめこれは同じ長さに調整をしておいてください。こんな感じですね。長さが調整できましたら、この5つ、もしくは3つでも4つでもいいんですが、この複数のクリップを複数選択しまして、そしてそこで右クリックすると上の方に新規フュージョンクリップというものがあるので、これを選択します。はい。すると、フュージョンクリップに変更されました。そこで取り入れたプラグインを使っていきます。左上のこのエフェクトのタブが開かれた状態で、左のメニュー、エフェクトを選ぶと、その中に SSC モバイルスタックというプラグインで入っていますので、これをドラッグ&ドロップでこのフュージョンクリップに入れていきます。するともう瞬時に3分割に変わります。もう一瞬ですよね。そしてこの右上のインスペクター開いた状態で上のエフェクトタブを選びます。そして一番上、これ3となっているのですが、これを開くと3、4、5ということで画像の数が選べますので、4つだったり5つだったり選択してください。あとはこのラインコントロールズ、この境界線ですね。最初白なんですが、もちろん何色でも変えられます。あとはこのラインティックネスで太さを変えることもできます。最大 0.01 なんですが、直接打ち込むことによってさらに太くすることもできるみたいです。あとはもちろん上のオンオフのスイッチで境界線自体なくすこともできます。あとはですね、このソース位置コントロールズ。これは5つまでありますが、それぞれの位置やサイズを変えることもできます。例えばこのセンター X をずらすと、わかりますかね？このように位置をずらすこともできます。なので、例えばこの真ん中の映像、女性がかなり下にいますので、それを調整していきたいと思います。こちら、ソース3なので、これを開いて、Y 軸ですね。これで、こんな風に調整をします。こんな感じで自分の納得する位置を探してみてください。こんな感じでもう簡単に分割映像が作れちゃいます。というわけで、次はダウンロードとインストールをしていきましょう。プラグインがダウンロードできるのはこちらのパトリック・スターリンさんのチャンネルになってます。それの今8月6日時点で一番最新のこの New Fast Free と書いているようなサムネの映像になります。もちろん概要欄にリンク貼っていますので、こちらからもしくはヒルマン TV の概要欄からアクセスしてみてください。こちらのパトリック・スターリンさんのチャンネルからダウンロードする場合は、この概要欄開いて一番上のリンク、ko-fi.com のリンクをクリックします。はい、すると ko-fi.com のこのページが開きますので、この How much would you like to pay? ということで、いくら払いますかというところ、こちらは無料でいけますので、0と、もしくは気持ちばかり寄付する方は希望の額を入れて、そして Get Now を押します。E メールアドレスとニックネーム入れる場所があるので、そちらは該当する内容を打ってチェックアウト Now してください。それでは打ち込めましたので、チェックアウト Now ということでボタンを押していきます。するとオーダーディテールが出てくるので、これでビューコンテントを押します。するとダウンロードボタンが出てくるので、こちらからダウンロードしましょう。ダウンロード、こちらでできましたら、それをダブルクリックします。するとですね、こんな感じのウィンドウが出てきます。今回自分はもうインストール済みなので、オーバーライトと上書きと出てきますが、まだインストールしてない方はここにインストールと出てくるので、このボタンを押します。すると、この左のエフェクトタブを開いた時の、この左のエフェクトメニュー、その中に、この SSC モバイルスタックというプラグインが入っているので、早速使ってみてください。こんな感じでインスタですとか、その他ショート動画、リール動画、で使うとめちゃくちゃ便利なプラグインだと思いますので、皆さんもぜひぜひ使ってみてください。何か参考になれば嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。ヒルマンでした。